静岡県自基地軍の範囲自基地軍は静岡県にあった軍。1879年に行政区画として発足した当時の軍域は現在の行政区画ではおおむね以下の区域にあたる。律令体制下におけるアスカ、奈良時代の敷地軍は大法律領施行以前から成立しており、府地表と呼ばれた。これは、 浜松市中区岩の岩遺跡群から出土した木管から判明しており、遺跡群内の城山遺跡付近に群河があったと考えられている。東都海国。敷地群は水色、隣接する浜名群は大色、稲佐群は桃色、豊田群は黄色、新玉群は農青色、頂上群は赤色で示されている。現図では、 東が上になっているが、90度右回転させて、北を上にして表示している11、浜松町12、くま下村13、三方原村14、天神町村15、白脇村16、浅場村17、新津村18、篠原村19、舞坂町20。 新居町21、吉村22、新所村23、千畑村24、入出村25、東浜名村26、西浜名村27、村串村28、南庄内村29、北庄内村30、町村31、主野木沢村32、伊佐美村33、新旧路村34、雄藤村35、入井野村36、富塚村。ありがとうございます。